はい、どうもトマです、今日はね、国産グッピードイツなんですけども、こちら今我が家でグッピー水槽でね一番調子がいい種類なんですが、非常に元気なんですよ。で、病気も今のところしてないし、死ぬ個体もいなく、非常にね交尾も活発で、今どんくらいかな、先月ね、また今月かまた赤ちゃん産みまして、10匹ほど、またね数が増えそうです。で、今ドイツに限っては選別してなくて、あまりフルレッドみたいにね数がいないんで、もう選別なしでとりあえず、ね、数を増やしてね、その数が増えすぎたら選別していこうかなと思います。メスはね基本的にほっといても餌めっちゃ食うんで、ね、大きくなるんですけど、オスがねなかなか、大きくならない個体と大きくなる個体ねばらつきありまして、ヒレとかもそうなんですか。オスはこういう感じですね。まだこっちは若い個体なんですけど、今もうボディとヒレだけで言えば一番は多分こいつかな、ちょっとねヒレが欠けてますけど、いやードイツも綺麗ですよね、ちなみに餌はこっちはもうね、餌は前からね紹介してるんですけど、こういう容器に入れてね乙姫の B2 を使っております。ある程度ちょっと大きくなったグッピーの赤ちゃんとかでも使えるんで、栄養価も高くてね非常に、大きくなりやすいです。基本的にグッピーにはこれ与えてて、今稚魚がブルーグラスとドイツにいるんですけど、そこには冷凍のベビーブライシリップを与えております。はい、今日はね国産グッピーのねドイツの成長記録と現状報告でした。チャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。